はい、じゃあドキドキ文芸部続きやっていくんですけども、もうすぐ文化祭ですね。で、ゆりが今日はその文化祭の準備でうちにやってくるみたいですよはい、じゃあ続きをやります。もう日曜日だ。お、ゆりの訪問が近づくにつれ不安になってきた。自分に心配する必要ないと言い聞かせるが、どうもうまくいかない。何を心配してるのよ。ゆりは普段内向的で静かな人間だ。二人きりになったらちょっと親しくなれるかもしれない。いやー、でもなー、当日までの間ゆりは時々メッセージのやり取りをゆりとは時々メッセージのやり取りをした。おいおい、進展しちゃってんじゃねえかこれ。ゆりは最初はかなり不安そうだったが、次第にいろいろ話してくれるようになった。でもそういえば、さわりがあの日部活を早退した日から音沙汰がない。別にいつもメッセージを送り合ってるわけではないが、でも頭の片隅では彼女のことを心配してた。さゆりの言ったこととモニカの言ったことを考えると、さゆりが俺を必要としてるかもしれないのに、彼女のことをほったらかして本当にいいのだろうか。いいわけないやろ。俺はゆりが来る前にさゆりの家に行くことにした。やったやった、いいぞ俺やった。事前に知らせず家に上がることは今までにも何度もあったので構わないのだろう。さゆりの家に着きドアをノックする。さゆりとは一緒にずっと遊んでいたから、お互いの家には家族感覚で上がり合っていた。ほう、家の中は静かだ。1階にはいないので、おそらく自分の部屋にいるんだろう。だが降りてきて挨拶してこないのおかしい。俺は彼女の寝室に行き、やっとさゆりを見つけた。さゆり、あ、すぎる、うわかわいい、かわいい、はあ、かわいいんですけど、ちょ、かわいすぎるんやけど。彼女の部屋に腰を下ろす。さゆりは微笑んでいるが、それだけでいつもと違うのは明らかだった。お互いの、間に沈黙の時間が流れる。よかった、なんかこうやってすぎるがここに来るのってすごく久しぶりだね。ああ、言われてみればそうかも。本当に久しぶりだな。でもあまり変わってないようだな。クーラーちっちゃ、なんやこのちいちゃ、ちいちゃじゃない、クーラーちっちゃとクーラーが混ざった。換気扇やないんやから。サエルの部屋は昔と同じように散らかっている。もう何年も前からぬいぐるみや壁の装飾もそのままだ。へえ、かわいい部屋やん。えへへ、スギルがもっと頻繁に来てくれたらこんなに散らかることはないのにね。おお、頻繁に来てもいいよ別に。そりゃお前の代わりに俺が部屋を掃除することになるからな。それで今日はどうしていきなり来たの？様子を見に来たんや。だってあの日急に帰っちゃったからさ。今日はゆりちゃんと会うんじゃなかったっけ？あ、知ってんねや、よかった。あ、でも待て、なんでそのことを知ってんだ？前回の話し合いで決まった時、サイリはすでに帰っていたはず。いや、もう 部員やったら知ってても当然やん。モニカちゃんが教えてくれたの。文化祭の準備について私に伝えておくのは普通のことでしょ。うん、確かに。でもお前はどうなんだよ、今日モニカの手伝いはしないのかよ。もちろん、ネットで手伝ってるもん。あ、ネットでできるか。だからモニカちゃんと直接会う予定はないよ。じゃあ会う予定があるのは俺とユリだけか。そうそう、そうか、そうなんかな。一緒に行かん？俺たちの間にさらに静寂が広がった。さゆりの視点も定まってない。今日のさゆりの行動はいつものさゆりらしくない。やっと本題に入る。なんかドキドキするな。ただお前がどうしてるのか気になってな。金曜に帰ってから何かあったなら俺に隠し事はできないからな。そうやぞ、お前のことはよく知ってるからな。そうやぞ、そうやぞ。だからさゆり微笑み、首を振った。そんなの良くないよ、すぎる。何が？え？いつも通りのままじゃダメなの？いつも通りのままじゃダメやな、もう。もうダメやな。全部私のせいだから。え？どういうこと？私が弱って間違えて感情を表に出さなかったら、間違ってない。大正解なんよ、それは。私がそんな間違いを犯さなかったら、すぎるは私のことなんて心配する必要もなかったのに。心配させたっちゃったってことに気を病んでるなら、まあ勝手に気を病んどけお前は。でもそれは俺としては嬉しいことやったから。ここへ来ることもなかったのに、今私のことなんて考えてなかったはずなのに、なんで自分のことそんな考えてほしくないの？
素直に喜べや。でもこれが私への罰なんだよね。どういうこと？自分勝手だったことへの罰なんだ。罰ってどういうこと？だから世界がスギルをここに連れてきたのかもね。ああ、なんかその俺にその煩わせちゃった、その気をなんか使わせちゃったってこと自体がサヨリへの罰になるのか。なんて深い考え方なんや。世界は私を苦しめたがってるんだよ。なんでそんなこと言うんや。どうしたんやサヨリ。いや笑うな。もうサヨリ、俺はサヨリの肩を掴む。一体何を言ってるんだよ。ほんまに何を言ってんのお前は。さっきから一言も正しくないぞお前。お前自分で何を言ってるのか分かってるのか。何か起こったに違いない。お前がこうしてることには他に理由のつけようがない。だからちゃんと言ってくれよ。そうや言え。それが分かるまで俺はお前のことを考えるのやめられないんだ。そしてやめるつもりもないんだ。いやーこれは今のサヨリにとっては迷惑なのか。サヨリは空っぽの笑顔を俺に向けた。もう俺がどうとかじゃなくなってるわこのサヨリは。もう逃げ場なんてないんだね。すぎる。うわーごめん。でもすぎるは間違ってるよ。いや俺追い詰めてるこれ。私はには何も起こってないよ。私はずっとこんな感じだったんだよ。すまん、気づけんかった。すぎるが初めて見ただけ。うわーごめんごめんさより。何をだよ。何の話をしてるんだよさより。いや笑うな。もう笑うな。すぎるどうしても私に言わせる気なんだね。どうしても言ってくれ。もうぶちまけてくれよ。でももう言うしかないか。あのね、ずっと前から私は重いうつ病を抱えていたの。よかったー、言ってくれた。すまんなマジで。いやー本当にデリケートな問題やからさ。知ってた？うん、俺は知ってた。なんで毎朝学校に遅刻してるかわかる？いつもベッドから起き上がる理由を見つけられないから。そうかそうか、そういうことやったんかー。でもある意味よかった。俺ね、単純になんか家族からなんかひどい目に遭ってるんとかじゃないかとかさ、そういう妄想をしてたからさ。まあ病気なんやったらね、完璧に無価値な私がやるようなことなんて何もないの。なんでそういう風に思っちゃったんや。そもそもなんで学校に行くの。俺に会いに来い。なんで食べるの。俺のために食べろ。ね、育てお前はもっと ここら辺育てお前。なんで友達を作るの。赤ずきんちゃんかお前は。いや作らんでええじゃん。なんで他の人が頑張った分を私が無駄遣いしてしまうの。それだけの権利があんねんさよりには。そんな気分になるんだ。だから私はただみんなを幸せにしたい。いやサンタさんやないんやから。私のことなんかは誰も気にかけられずに。ショックだ。どんな反応をすればいいのかさえわからなかった。の反応ね、どうしたらいいんやろうな。いやほんまにわかんないよねこういうのって。だって正解がないやん多分。俺はさよりのことを知ってると思っていたのに、さよりはこんなことをずっと隠していたというのか。いやあまりにも知らなかったよな。あまりにも知らなすぎるよな。本当にさよりはそこまで俺に気にかけられたくなかったのか。なんでだよさより。え、なんでこんなこと今まで教えてくれなかったんだよ。なんでって、親友として裏切られた気分だ。おいおい責めるなよ。もっと早く分かってたらお前を支えるためなら何でもしてやったのに。それは多分一番言ってほしくないことなんじゃないのか。だってそれでさ、またさよりはさ、自分が迷惑かけちゃったと思っちゃうよこの子。たとえ俺にできることが多くなかったとしても。でも嬉しいかな、喜んでくれるかな、わかんないや。もうお前の毎日が少しでも良くなるようにどんな小さな努力でもしたのに。いやお前の気持ちはすごくいいと思う。そのための友達だろ。全部俺に教えてくれれば。杉浦は何も分かってないよ。私が何で今まで言わなかったか分かる？知られたくなかった気持ちは分かる。だってね、もしこのことを知ったら杉浦は自分がしなきゃいけないことよりも私なんかのために努力を無駄にしちゃうでしょ。まあ、そういう風に考えるやろうな、さよりやったら。私は構われたくないの。でもこれって本当に、いやー俺わからん、知識がなさすぎる。すまんさより。
誰かに気を使われちゃうとなんだか切なくなってくるんだ。たまには心地よかったりもするけどね。気分で違うんやろうな。でも同時に頭をバットで殴られたような気分になるんだ。それは偉いことやんけ。あはは。だからスギルには他のみんなと友達になってほしかった。これ追い詰めてる俺もしかして。これみんなが幸せになることが私にとって一番だから。本当に心の底からそう思ってるんやな、さよりは。いやもうなんか俺もう神様のように見えてきた。神々しくない？ここまでいけばもはや。でももう一つ気づいたことがあるんだ。杉浦は他の部員のみんなと仲良くしてるのを見ると心がまるで槍に疲れたように痛くなるの。そうかそうか。だからそういうことなの。複雑やな、それは。この世界は私を苦しめたいんだって思ってたんだ。積んでるよね、ある意味。ある意味積んでるな、それは。どうしたらいいんやろ。どの道を選んでも傷つくだけ。そうか。よし、部活やめよう。あはは。お前は俺に何も分かってないと言ったけど、その通りだよ。さゆり、俺はお前の気持ちが全く分からない。でも理解なんてする必要はないんだ。お前の苦しみを止められるならどんな方法だって。そうやんな。理解する必要もないね、本当に。だってさゆり自身もそれを多分望んでるとは思えへんから。でも、苦しみからは和らげてあげることはできるんじゃないかな。俺はどんなことでもやるよ。違うよ、スギル。そんなものはない。何もないんだよ。唯一できたことはいつも通りに過ごすことだった。でも私が自分勝手なせいで。いつも通りに過ごすか。いや、できるよ。戻れる戻れる。うん。どれほどひどい人間なのかを見せてしまった。いや、ひどい人間やなんてこれっぽっち。俺さっき神様やと思ってるって言ったよ。涙がさよりの頬を伝う。私が自分勝手だったからスギルを文ゲームに入部させてしまったんだ。いや、今めちゃくちゃ楽しんでるから、さよりのおかげで。だから罰として自分でも理解できない心の罪を、痛みを負って、そして今度はここに来たスギルの心も傷つけてしまった。いやいや、舐めてもらっちゃ困るな。俺の心ダイヤモンドより打たれ強いから。私はよく弱くてわがままなんだ。それが私だから。私はその罰を受け入れるんだ。なんや、バツバツって。バットバツ丸くんか、お前は。だって全部私の自業自得だから。考える先に俺はさゆりの肩をもう一度掴む。今度は彼女を強く抱きしめる。無駄やろうな。まあ無駄やろ。それすらも罰に感じてしまうやろ。あ、すぎる。たださ、さゆりにもさ、恋心があるのは間違いないね。この病気とともに恋もしている。そこをうまく利用していこう。さゆり、お前が自分勝手だろうと何でもいい。分キースキース分ゲームに入部するよ。お前が説得してくれて本当に良かったと思ってるんだ。ほんまにそうやな。毎日お前と会えることが十分に価値のあることだ。もし他のみんなと仲良くなれるならそれは嬉しいけど、だけどお前が思ってる以上に俺はお前を本当に大切に思っているんだ。これだけは分かってもらわないといけない。なんで真っ暗やねんこれ。すぎれ、さゆりは抱き返してくれなかった。そうやろうな。届いてないやろうな。でもやめないぞ。俺の腕はさゆりを包み込んでいるのに、さゆりの腕はそのままだ。さゆりは俺の耳のそばで泣いている。ダメ、こんなことしないで。うるせえ。いやー、でも引き下がった方がいいのか。わからん、これわからん。誰か教えてくれー。お願いだからすぎれ、私。さゆりはすすり泣いてほとんど喋らない。俺のやっていることは正しいことなんだろうか。ただ大事に思っていることをさゆりに知ってもらいたい。いや、これはわからん。だってそれ逆効果かもしれんよね。だってこれが、それがそのままストレートに伝わればいいけどさ、さゆりは罰やと思っちゃうやもん、この罰中がよ。もしお前が自分をわがままだと思うなら俺にもわがままを言わせてくれよ。そうや、わかった。さゆり、俺のために生きろ。俺のわがままやと思って、お前は俺のためだけに毎日を過ごせ。どうすればお前にとって良くなるのか、絶対にその答えを見つけ出してやる。おお、見つけようぜ。こんな気持ちは俺が消し去ってやる。だから俺にしてほしいことがあるなら必ず言ってくれ。もし言わなかったら怒るぞ。いや、言わないやろうな。待つな待つな。
迎えに行こうっていうか、あのもう自分からもう探しに行こう。指示待ち人間でいるな、サヨリに対して。私わからない、わからない、わからないよ。わからんかったらもうついてこいやー。静かにサヨリは俺に腕を回し返す。何も、なんで真っ暗やねん、ほんでこれ。何もわからないの、全部すごく怖いの。怖いんやな。わかったわかったわかった。だから一緒にいよう。自分の気持ちがわからないよ、すぎる。何かを感じるのは痛みを感じてる時だけ。いや、ずっとじゃないから、絶対絶対ずっとじゃないねん。いつか晴れんねんって、絶対これ。痛みを感じる時だけ。でも、すぎる、すごくあったかい。そうやな、温かみを感じろ。でもそれもすごく怖い。あー、逆光かー、もうわからん。あー、さゆりは俺を話す。彼女がそうするように俺も話した。いや、話すな話すな。もう明日は文化祭だな。うん、楽しくなるよな。うん、俺と一緒に一日過ごすのはどうだ。そうやな、そうしよう。うん、一日じゃない、もう365日や。俺がそうしたいんだ、信じてくれ。そう、それならいいと思う。そうか、さゆりは目を拭う。ずっとここにいられたらいいのに。よりによって今日は他の予定があるんだよな。どうしよっかな、これ。今からでも取り消すべき。いや、やめて。そうやんな、さゆりは嫌がるよな。お願いだからやめて。そうやんな、ごめん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 。うん、そんなことしたら私本当に許さないよ。うん、でもそろそろうちでゆりと会う時間なんだよな。うん、さゆりにとって大事なのは今そういうことじゃない気がした。うん、さゆりやきもち焼くやろうけど、そこに関してさゆりがこの本当に優しいさゆりが一番嫌なのは、ここでサヨリを選んでユリを傷つけることやと思う。せめて一緒に手伝ってくれないか。あー、ナイス提案、やるやんけお前。きっと楽しいぞ。驚いたことにサヨリは首を振った。ごめんなさい、今日は楽しく過ごせるかわからないんだ。分かってくれるよね。そうやな。うん、でも帰ってくるから。それが完璧に理解するのは難しいんだ。頑張っているんだが。そうやな、分かんないことばっかりよな。いいんだよ、あまり心配しなくていいよ。また明日ね。わかった、楽しみにしてるよ。さよりー、さよりー。どんな気持ちでゆりに会えばいいね。さよりに別れを告げ家を出る。帰り道まだ心は落ち着かない。でもあと少ししたらゆりがやってくるのに、この件について考え続けてるのは大変だ。さよりの言う通りなのかもしれない。あまり心配しすぎない方がいいかもしれないし、明日はきっと楽しい一日になるだろう。だから明日の準備に集中して取り組もう。さよりー。家に近づくと俺はドキッとする光景を目にした。ゆり？ハッチやん。いや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 、お前この巨乳の子がさ、気がちなやつ切んなや。あ、よかった、早かったな。留守にしててすまなかった。いや、ちょっと俺この服はやめてや。もうまともに見れへんねんけど。待たせてしまったか。いえ、私も着いたばかりです。インターホンを押しても誰も出ないから少し焦りましたけれど、メールでも送ってくれればいいのに。早めに来るのが分かってたらもっと早く帰ってきてた。あ、確かに。あー、俺もサヨリんとこ行ってたってはっきり言おうや。なぜか思いつきませんでした。そうするのが普通のことだと思うが、気にしないことにした。とにかく中に入ろうか。いろいろとたくさん持ってきてみたいだな。いや、でもこれ海外のゲームやのにさ、なんかさっきのサヨリの服といい、ユリの服といい、なんか日本のアニメよく分かってるよな。はい、頼んだもの全部買っていただけましたか。ああ、多分間違えてなければいいけど、きっと大丈夫ですよ。俺はユリを部屋に連れ込んだ。家に入るなり、ユリは物珍しそうに周りを見渡し、こちらも緊張する。もう綺麗ですね、あはは。来る前に掃除をしておいたからな。本立てろ、なんやんこれ。気を使ってくださったのですね。あ、いや、汚いままの部屋にユリを入れてたら恥ずかしかったしな。ふむ、でもお掃除は好きなので、私も喜んでお手伝いしましたのに。いや、そしたらもっと恥ずかしいだろ。あ、そこは見るんじゃない。机の引き出しを開けようとしてユリの手首をつかんだ。おい、ちょっとやめてくれよ。おい、男子の引き出しとか勝手に開けるもんやないで。何が飛び出すかわからんで、ほんま後悔するのはそっちやからな。あ、あ、ごめんなさい、なぜか考えなしに開けようとしてて。こらこら、お前あかんで、マジでマジでトラウマになるで。俺の引き出しを容易に開けるなよ。ぼーっとしてたみたいです。いいよいいよ。俺はユリの手首を離した。それ以上勝手をしないようにと、ユリは両手を膝の上に固く置いた。それじゃあそろそろ始めようか。意味深な言い方すんな。あ、はい、
いくつか作りたいものを考えてきたので、それを一緒に作っていただきたいです。飾り付けや部屋の雰囲気を、作り出すもの、うん、部屋の雰囲気を作る。例えば間接照明、アロマキャンドルなど。ああ、いいねいいねいいね。え、すごいな。まさかそこまで本格的にやるとは思わなかったよ。もちろんです、全力でって言ってたからね。お客さんを遠いどっかへと誘いたいんです。無理やろお前、飾り付けだけで。なんで2つあんねんこれ、いい加減にしとけよお前。ほとんどは好奇心で覗きに来るでしょうが、あとはカップケーキが欲しくてでしょうね。まあそうやろうな。ですが私はもっと聞きたいと思わせるような体験を提供したいんです。おー、飾り付けで、どんな飾り付けしたらそんなことできんねん。いいじゃないか、お前が結構熱心になるタイプだって忘れてたよ。え、熱心、それが一番しっくりくる言い方かな。それって悪いことですか。いやー、素晴らしいことやと思うよ。いや全く、むしろそういうところが俺はいいと思うぞ。そうなのですか。それを聞いて安心しました。うん、それにちょっと嬉しくも思います。そうそう、そんなに緊張しなくていいんだ。少しはリラックスしなよ。リラックスといえば、リラックス効果のアルバム持ってきたんです。アロマキャンドルや出し物で使おうと思いまして。へへ、例えばなんだ、へへ、例えばなんだ。例えばですね、ゆりは自分のカバンを漁る。そこからキャンドルを数本と木製の筒型のオブジェを取り出した。ここに来る前に買い物をしてきたので、カバンに入れておいたんです。へえ。部屋の窓を黒い紙で覆ってキャンドルで明かりをつけようと思いまして。はあなんかまがまがしいな。そうするととても綺麗だと思いませんか。まあ確かにユリの詩の雰囲気には合いそうやな。あ、すごく良さそうだな。でもこの木のやつはなんだ。あ、これですか。アロマオイルのデュフューザーですよ。なんだデュフューザーって、日本語で言え。日本語でアロマについてご存知ですか。吉野、後ろ全くわからん。あ、そうなのですね。いい雰囲気を作り出すのにすごく役立つんですよ。ああ、まあアロマって雰囲気アイテムよね。選んだオイルやハーブによってムードそのものを変えることだってできてしまうんです。へえ。全身に浸透していくようにも感じられますよ。やってみます。リラックス、ポジティブさ、ロマンス、熟考、魔法のようにいろんな効果が現れるんです。いやー、もう自分リセッシュで十分やと思っちゃいますね。ユリーは筒を取るとそこのスイッチをつけた。次の瞬間、てっぺんの小さな穴から蒸気が細長く吹き出始めた。おお、すごくいい匂いがするな。何をやっとんねんこれ。お前ら真面目に飾り付け作れ。これはどんなムードのための香りなんだ。これはジャスミンの精油です。あ、ジャスミンね。最近ジャスミンティー流行ってるもんね。少し甘くて花のような香りがするでしょ。あ、そんな感じがするな。出し物のためにリラックス効果のあるジャスミンを選んできたんですよ。へえ。ジャスミンには気持ちを高めて全身に伝わせる効果があります。へえ、そうなんや。体が温かくなってドキドキするようになれるんです。おい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 、悪用してんじゃねえのこれ。ゆりちゃんよ、詩を読み聞かせるにはぴったりだと思いませんか。ああ、ごめんごめん、先走ってた。確かにそれがちょうど良さそうだな。でもユリはかなり詳しいみたいだから、ユリの考えを信用するよ。ユリは楽しんでる様子で穏やかに笑った。またカバンに手を、ってなんで立ったままなん。なあ、俺のベッドちょっと気持ち悪がってる。大丈夫大丈夫一番警戒すべきはこれ、このゲーミングチェアやからね。パソコンの前、女子女子女子に忠告ね。男子の部屋で一番注目すべきはパソコンの前ね。そこ一番汚いからね。それは何に使うんだ。これは頼んでいた折り紙は買っていただけましたか。ああ、ここにあるぞ。折り紙は折るためには使わないんです。あ、切って貼り付けるんやろ。そこに一枚一枚違う言葉を書いていこうと思いました。え、何それ。それを100枚ほど作ろうと思います。へえ、何使うんだ。まずはリボンを一定の長さで切っていって、教室の入り口に垂らしていってから、その折り紙をリボンの端につけてカーテンを作ろうと思ったんです。へえ、綺麗になると思いませんか。まあ定番の飾り付けやね。通りすがりの人たちの目にも留まりますし、もうそうすると何人かは中を覗いてくれるかもしれません。それってすごくいいアイデアだな。ユリがそう、こういうことが得意だったら知らなかったよ。そうでしょうか。あなたが言ったように熱心になりやすいみたいですね。ユリは頬を赤らめてクスクス笑った。俺の気のせいかもしれないが、もしかしてユリは二人っきりの方がリラックスできるんだろうか。えらいペラペラ喋るな今日は。いいことやと思います。それとも自分の喜びを誰かと共有することが楽しいんだろうか。両方ちゃうかな。このマーカーをどうぞ、スキルさん、好きな言葉を書いていいですからね。じゃあ根性リボンを切り終わったから私も手伝います。ああ、わかった。俺たちは床に座って作業に取り掛かった。俺は下手くそな字をなんとかごまかそうとしながら、壁に一枚ずつ慎重に言葉を書いていく。ユリは赤いリボンを適切な長さまで伸ばす。あ、サヨリってかこれ、サヨリって。
そしてカバンの中にさより愛してるぞって一文字ずつ書こうよ。カバンの中に再び手を入れると中からポケットナイフを取り出した。え、変に綺麗なナイフだった。その銀製、それやばいやつじゃないかその銀製の、絵には複雑な模様が彫刻されていた。それ噂のナイフですね。刃の部分はしっとりした青色に輝いている。普通のポケットナイフじゃないな。すごく派手だ。ユリは恥ずかしそうに目をそらした。なんだそれは、銃刀法違反やぞお前、こんなもん持ち歩いて。きっと引くと思います。ユリ、何があっても偏見を持ったりしないよ。ああ言ってくれるんですね。みんな人それぞれだろ。言って言って、大丈夫大丈夫。ユリちゃんのあの詩を見たし、なっちゃんの詩も心に響いたから、うん大丈夫やで。絶対引かないって約束してくれましたら。ああ引かない引かない、もう知ってるから。ああ約束するよ。じゃあ